シャス、なんかです。今回はシアターの後付け実況ドミネーションとなっております。このシアターの再生中に最近あったコメントのねことについてちょっと話したいと思います。まあ別にね、そのコメントのまあ書いてくれた人がとかそういうことではなくて、その人がまあ書いてた文の中にね、LMG を使うの、まあ使わないのは低評価が怖いからっていう風なことを書いてて、まあ多分その人がね、なんで LMG を使わないのかっていう風な自分自身多分疑問があったんでしょう。その疑問を僕がね、今回ちょっと言っていきたいと思います。なぜ僕が LMG、まあそういうね、強いと言いますか、まあそういう武器を使わないのか、動画内で使わないのかと言いますと、僕がオンラインで使われたくないからですね。それが第一ですね。それで、まあ僕が普段、まあそのコメントもなんか普段から使ってんだろみたいなコメントがありましたけど、まあその理由がね、まあダイヤモンドを持っているイコールもう常用してるみたいな、まあ短絡的な考えだったんで、まあもうコメントをし返すほどでもないかなって思ったんですけど、まあ、一応ね、僕はプライマリのウェポンをすべて、まあ、チャレンジ終わって、それでのダイヤモンドなんで、別に LMG だけがダイヤモンドではないということを言っておきますね。あと、使用率についても、ちょっと言っておきますけど、メインウェポンの、まあ、スカー、アバカン、MSMC の、多分3つが、1万キル以上のね、キル数を超えてて、で、Lサットがどれぐらいの割合で使用してるかっていうと、バリスタと同程度、7000キルですね。僕20万キルしてて、7000キル程度ですね。はい。そんでぐらいしか使ってないんで、まあ、僕の使い方は、要所要所の使い分けなんでね、あくまでも対策として使う感じですね。もうやられたらやり返すみたいな、まあそんな考えじゃ考えかもしれないんですけど、まあやられたら同じ装備でやり返した方が手っ取り早いだろうという、そういう考えで使っております。で、僕がこの動画で、まあなぜね LMG、 まあそういう風に面白くないと言ったじゃないですか、まあ、使ってほしくない、そうそう、多分使ってほしくないと言ったんですけど、まあそれはもうね、自分が使われて面白くないからですね。自分がそういうなんか好きな武器、まあ、僕はアサルトと、まあ、SMG が大好きなんですよ。まあ、できることならば部屋のみんながね、そういうアサルトと SMG を全員使っててほしいような、まあ、そういうね夢みたいなことをね、思いながらまあプレイしてるんですけれども、まあその中でその部屋を作るためにはまず何をしなければいけないか、まあ、自分がねその ARSMGの部屋を、まあ、作りたいなら自分が ARSMG を使わなくてはいけない。自分から率先してね、そういう SG、LMG を使うと結局はそれに対抗してまた相手の方が LMG とか、SG にね変えてくるっていうことがまあ多いんですよ。僕がこう使ってたらまあよくある話です。角待ちとかならね、もう本当にすぐ皆さん変えますんで、まあすぐ分かりますね。これはもう何年もコールオブデューティーやっててまあ分かったことなんで、まああれなんですけれども、まあそういうことから見て、ということは僕が使えば使うけど使わなければ使わなかったということになるんですよね。だからこういう風に LMG を使われてても別に僕は LMG で使い返すことはまあそんな頻繁にはないと思いますね。できるだけ最低限の、まあ最低限のって言ったらまた言い方おかしくなると思うんですけど、まあ必要、まあ自分が使いたい武器のまあ装備でまあやるのが僕の動画の趣旨なんで、まあ、僕がとりあえず好きな武器ばっかりですね。うん、そんな感じですね。僕が好きな武器をこういろいろなね工夫して、まあ装備なりなんなり変えて、まあ、やっていく、まあこのチャンネルなんで、まあ、もしね LMG で無双したりだとか、そういうなんかプレイ動画を期待してる方がもしいるのならば、僕のチャンネルでは少し不適当かなといった感じですね。
僕自身がそういう武器をね、あんまり好きじゃないので、はい、そこはもうコールオブデューティー4の頃からずっと僕はそういうなんか、なんでしょうね、まあロマンって言ったらロマンなんでしょうかね、まあそういうなんかどう言ったらいいんだろう、その敵を倒しやすい武器、まあ AR も倒しやすいですけどね、まあそういう武器の中でも、まあ特に倒しやすいと自分が思う武器はあまり使わないといった、まあプレイスタイルでやってきているので、まあここでね、コメントでそういうこと言われても変えることがね、もうできないんで、はい。そこはもうご了承ください。まあね、別に他の人にどう思われるとか、そんなことはまあ、もうね、ここまでコールオブデューティーやってたら、気になりませんね、もう。もう別に、どんな武器使ったって別にオンラインはいいんですよね、基本。その場所さえ。場所というかタイミングさえ間違いなく。タイミングもそうですよね。押し込まれてるのにね、スナイパーライフルをずっと使ってるような、そういう人だっていますし、まあ、なんでしょうね。対空とかもまあ、必要があるのにもかかわらずしない人たちもいますし、まあ様々なんですけど、まあ僕はその中でただ単にその LMG をまあ相手が使ってほしくないから自分から率先しては使わない。相手が使ってそれをまあ別に使ってもいいなら使いますといった対策でまあやってる感じですかね。はい。まあ、僕がね、こんなね、別にいい人ではないんで、はい、前提条件で僕はそんな心が澄んでとか、ね、寛容なとか、そんなんじゃないんです、本当に。もうそこら辺のね、なんでしょうかね、一般プレイヤーと同じような、あれなんで、もう、そんな全然マナーとかそういうのは、まあ、必要最低限みたいな、そんな感じなんで、もう相手がね、相手が、ここまでやってきたら同じぐらいやり返そうみたいな、そういう感じでやってるんで、もしそれがね気に障ったりそういう方がいたらもう申し訳ないんですけれども、本当にまあ僕はそうですね、結果的には LMG とか SG をね使った動画を上げない理由は、オンラインであまりねそういう風なプレイが増えてほしくないからという、まあそういう感じですね。もう自己中心的な考えですけど、ほんとすいません。ほんとでも、そうやってると、まあ、結果的には僕の動画を見てね、いろいろ参考にされてる方っていうのは、まあコメントでね、数多くね、聞かせてもらってるんで、まあ、それだったら僕の好きな装備をね、皆さんに使ってもらいたいなという考えで、ちょっと横島な考えで申し訳ないんですけど、そういう僕のね、好きな、僕のそういう AR とか SMG とかにちょっと染め上げるみたいな感じで申し訳ないんですけども、そういう風になってほしいなという考えでね、こういう風な動画を投稿しているので、そうですね、そのコメントに関しては僕がそういう風ないい人と思われたいとか、そういうなんか低評価が怖いとか、そういう批判されるのが怖いからといって、まあ使わないわけではなく、ただ単に自分がそういう試合に、まあそういう試合を LMGSG がまあいない試合が好きだからっていう理由で、ただ単にそういう理由で使ってるだけですね。まあだから別にもうその部屋に LMG、SG が蔓延してる、まあ半分ぐらいね、いる部屋であれば全然使いますよ、僕は。野良でも。だから本当、どうなんですかね、そういう風な状況になる部屋っていうのが、まあそもそもそんなにないんであれなんですけれども、なかなかね、自分が意図して作れないんで、はい、そこら辺は少しご了承ください。はい。こんなロマン野郎ですけど、もしよかったらね、これからもどうぞよろしくお願いします。というわけで今回は LMG と SG、 まあそういうの他の武器にねついて、なぜ使用した動画を、まあ、作らないかの話でした。それでは次回もかかってこーい。